行くあてもないねって寝転んで見上げた空に明日はなくても綺麗だ。初対面なんですけど、私が学生の頃ゆいちゃんがポップティーンっていう雑誌に出てて、はい、ですごい可愛い子だなって思ってて、で今回お仕事をするってなってすごい私は驚いてます。でも初めましてなんですけど、話したら同い年だったんですよ。そうなんですよ。ってことがさっき判明して ね、そうなんです。ちょっとため口にちょっとずつため口を今解禁していってるところです。そうなんです。大丈夫です、大丈夫です、タロさんに任せます。閉めます。そうしましょうか。すみません、ありがとうございます。そうだね。今日は僕はちょっと遅めの昼、ちょっと前ぐらいになってきました、はい、演技が初めてだったんで、ギター持つと演技が良くなるっていうお話をいただいたんで、やっぱりなんかちゃんとギター持ったらちゃんとできるんだなっていう。じゃあ岩崎さんお願いします。車、カオさん今今日で一番輝いてます。河合さんは結構緊張するタイプなんですけど、やっぱりギターを持ったら豹変するっていうか、こう自分の見せ方を知ってるなって思いまして、どの時代に聴いてもすごく心に響く、どの世代の人が聴いても心に響くようなもので、本当に長く愛される曲だと思っております。お二人なんかドラマとか映画とか初めてっておっしゃってたんですけども、びっくりするぐらいもう動きがすごく感が良くてすごい助かってます。質量の高い人だなと思いました。そうですね、すごい熱い方だなって。なんかもう打ち合わせの時からミュージックビデオってこう名前も出ないし、名前はその役名もつかないしセリフも出ないんだけど、でもちゃんとそれぞれの役名があったり、すごいその裏設定というかこの子のキャラクターはこうっていうのをちゃんと考えてきてくださって、なんか愛を感じる、愛を感じる、そうそう愛を感じる、まあ正直すごい嬉しいと思いますね。嬉しい、すごい嬉しかったです。誰とやるんですかっていうのをすごい聞きましたね。最初せーのちゃんに決まっていける気がする。女性とは初めてです。あ、男性とはある、あ、男性とはある、あ、男性とはあるんだ。男性とはある、あ、お仕事だ、あ、プライベートだと思った。プライベートだと思っちゃった。ロマンチックな曲を書く人だなといつも思っていて、だからなんか綺麗なんだけど綺麗なだけじゃなくて、どっか壁があるというか闇があるというか、幸せな時間が永遠に続くわけじゃないみたいなものを書きたいなって曲を聴いた時にいいと思って書かせていただきました、はい。よーい、スタート。指は首。